川崎麗奈は、静岡 FM 放送のアナウンサー、パーソナリティ、東京都文京区出身、目黒区育ち。精神女子大学文学部日本、五日本文学科卒業後、2019年4月に、静岡 FM 放送に、アナウンサーとして入社。落ち着いた性質と、穏やかな口調が特徴。趣味は、映画、ミュージカル、ライブ鑑賞、本屋巡り、工作。特技は、 踊ること、歌うこと、比較的重い荷物の運搬と段ボールさばき。好きな食べ物は、富士宮焼きそば、好きな店はワークマン。彼氏は24歳年上まで OK で、市村正地篠原良子夫妻の年の差が限界らしい。K、ミックスフナイトピンそばでは、入社1年目から、帯番組を担当。2019年3月28日放送のエンディングにて、 初めて番組に出演し、翌週の4月1日より正式にパーソナリティに就任した。番組内では自ら選曲を行うコーナーを受け持っているほか、リスナーに対し、レーナネームと呼ばれる独特なラジオネームをつけることも多い。また、ピンそばから、ウィズに引き継がれたコーナー、おめこめクラブでは、誕生日を迎えたリスナーに、楽屋で弁当を配る、カレーラスや、 リスナーに対して秘密道具を出す、ザキエモン、リスナーを甲子園に連れて行ってくれる、朝倉崎美などのキャラクターも演じている。ありがとうございます。